役者像春サ、朝、メ東洋美術館シャは古代インド神話に登場する鬼神。役者とも称する。後に仏教に取り入れられ、五法全身の一尊となった。一般に、インド神話における鬼神の総称であるとも言われるが、鬼神の総称としては他に、アスラという言葉も使用されている。シャには男と女があり、男は役者、女は、シーもしくは、 薬師にと呼ばれる。財宝の神、クベーラの剣属と言われ、その性格は仏教に取り入れられてからも変わらなかったが、一方で人を喰らう、鬼神の性格も合わせ持った。役者は鬼神である反面、人間に恩恵をもたらす存在と考えられていた。森林に住む神霊であり、樹木に関係するため、聖樹と共に絵付かされることも多い。また水との関係もあり、 水を崇拝すると言われたので、ヤックスヤと名付けられたという語言説もある。バラモン教の少者の全門には一体のヤシャ像を置き、これを守護させていたと言い,い、現在の混合力士像はその名残であるとも言う。インド神話におけるヤシャは仏教に包括され、仏法を守護する八部衆の一つとして、また美舎門天の眷属として、羅ツと共に北方を守護する。また野舎には、天野舎、地野舎、 国有野舎の三種があり、地野舎以外は飛行するという。大乗仏典では、薬師如来の十二神将や、般若経典を守護する十六全身などが野舎である。タイのヤックスリランカでは、ヤカという病魔とされ、王にマハーコーラ三にヤカがいるとされる。タイでは、ヤックと呼ばれ、緑色と赤色のタイになった巨大な像が、寺院等の門にしばしば置かれている。 画像は、タイのバンコクプラナコーンクタイ王室宮廷内の、寺院入り口にあるワットシーラッタナーサー・サダー・ラームの、ヤック像である。仏教の影響を受けたマニ教パルティア語文書では、イエス・キリストとマニの名において、ヤシャなどのデーウを払う、と書かれた、五副文書がある。またいくつかのヤシャの特徴も併記されており、例えばビシュワパーには1日の、第5の時間を支配し、ペシャワルに住み、 塩味のものを食べるとある。ジャイナ教では役者、役師には守護神とされる。日本語、中国語などでは、凶悪な人間の比喩として使われており、外面に菩薩内心女夜者などの慣用句もある。北ヨーロッパでは、黒小人の女が夜になるとマラという野者に化けて、人間の寝込みを襲い首を絞めるという、ありがとうございます。